アッシャーロスとはアメリカ合衆国ペンシルベニア州モーリスビル出身のラッパーである。アッシャーロス1985年にユダヤ人の両親のもとに生まれフィラデルフィア近郊のモーリスビルで育つ。高校生になると遊びで友人と共にラップするようになり、それから間もなくして趣味で本格的に作詞やレコーディング活動を行うようになる。レコーディングした CD は 高校で売っていたが、そこそこ売れたため、プロのラッパーになることを決意する。それから、大学に進学した後もマイスプースで、自分のラップをアップロードし続け、着実に知名度を上げていく。2006年8月8日、ミックステープ、ビリーブザハイプをリリース。2008年6月に、DJ ドラマのミックステープに出演したことで注目を浴びるようになる。その後、 スクーター・ブラウンとスティーブ・リフ・キンドラにその才能を見出され、大手メジャーレーベルの SRC、ユニバーサル、レコーズと契約を結ぶことに成功する。同年8月には、ファッションブランド、ンドレ君のパーティーに出席する。2009年4月20日、ファーストアルバム、アスリープ・イン・ザ・ブレッド・アイルをリリース。ビルボードアルバムチャートにて初登場5位を記録する。2012年、 セカンドアルバム、レトロハッシュがリリースされた。2020年、サードアルバム、フラワーズ・オン・ザ・ウィーク・エンドがリリースされる。アッシャー・ロスが初めて購入した CD は、ジャズグループ、デイブ・マシューズ・バンド・オエスの、クラッシュだった。スタジオアルバム、ありがとうございます。